もうちょっとでも言葉的にも崩した方がいいんかな。そうね。どうなんですかね。崩してもうたら全然いいです。モラブル。皆さんこんにちは。いつもモロフルチャンネルを見ていただきまして、誠にありがとうございます。白井でございます。いつもありがとうございます。そしてですね、今日はですね、モノフルを運営しているのは旭商工株式会社なんですが、旭商工株式会社の中に営業部の中にですね、設備自動化推進という部門があります。今日はその担当している2人に来ていただいております。それでは緊張してますか？大丈夫です緊張してます自己紹介をね、まずしていただければなと思うんですけど、はい、どうぞ。皆さんこんにちは。設備自動化推進の掲示エリアを担当させていただいております堀出と申します。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。設備自動化推進大阪エリア、兵庫エリアを担当しております小西と申します。よろしくお願いします。こちらの2人はですけども、営業部の方で担当ユーザーを持って、ずっとこう営業活動をしていたんですけども、まあ、堀出に関しましては市が営業所の方で責任者、小西に関しては、大阪営業所の方で営業に従事していたっていうことなんですけども、専門職というものを作りまして、ある一部のユーザーを、まあ、持ちながらではあるんですけども、大半の時間をそういった設備自動化の打ち合わせに費やせるような専門職を立ち上げました。それでですね、今日はその2人にどういったお仕事をしているのか、まあ、例えば設備自動化であるならば、すごくハードルが高いんじゃないかとか、そういうご不安があるとは思うんですけども、そういったところを解消できればなというふうに思うんで、少しの間お付き合いいただければと思います。主にですね、ホリデーなんですけども、エリア、それから、どういったようなお仕事をしてるんですか？エリアは掲示エリアで、日々の仕事としては、あるユーザーさん担当は持ってますけども、ほとんど毎日こういった設備とか困りごとのヒアリングに対する答えを探すような仕事をさせていただいております。はい、本社どうですか？はい、私も一部、担当を持ちながらですが、基本的にはフリーで、他の営業からですね、ユーザーさんからいただいている、課題に対して、一緒に打ち合わせを行いながら、解決に向けた内容を進めております。自分たちがもし、営業としてたくさんのユーザー、まあ弊社で言えばそうですね、営業マンやったら 1営業マン担当で持ってるユーザーさんって何件ぐらいあるな？そうですね、大体30件から持ってるんちゃう？もっとあるかな、まあ、50件ぐらい持ってるかなっていうふうに、まあ、その中でメインユーザーさんっていうのがおそらく5件から10件ぐらいあるのかなと思うんですけど、そういう、まあ、担当を持ちながら、まあ、その営業マンがですね、専門的知識を持ちながら、お客様の打ち合わせに、まあ、例えば打ち合わせがどれぐらい時間かかるんですか？かかるものって言うと、1回何時間が何十回という打ち合わせも多々ある。ということは、もし担当営業マンを持っていたら、他のお客さんにご迷惑というかかかると思うんですけども、もしそれ持ってたらどうですか？できます？正直申しまして回れないと思いますなるほど。まあ、そういう中で、まあ、ある意味ね、会社としても、まあ、思い切った戦略は取ってきたというふうに思うんですけども、実際お客さんに、まあ、ヒアリングができる、打ち合わせができるということですけども、どんな感じですか？たくさんのお客さんと今打ち合わせをしてるんですか？この物証が出来上がってからもう何十件と
多分100件近く打ち合わせはさせてもらってきてると思います。ただまあその中で、まあ、決まっていく物件決まらない物件ってあると思うんですけども、確率的に言えばどんな感じでしょう。そうですね、やはり、お客様の一品一用の商品が、まあ、多いので、引き合い、お見積もり依頼いただいた中からいくと本当に数件、10件で言ったら大体1件あるかないかぐらいの、ご制約かなと。じゃあ例えば、まあ例えばこの2人を読んだから、絶対にその設備をしなければいけないっていう風にプレッシャーはかからなくても、まずは相談から、まあ、入っていくというか、そういった感じでもいいんですか。あの9割は決まらんっていうような話なので全然問題ないと思います。はい、あの例えば金額で言えば大きいもので言ったら、まあ何でしょう、何千万、まあ、何億っていうふうな物件もあると思うんですけども、まあ、自動化も少しだけ自動化したりとか、そういったことも、まあ、お客さん思われてると思うんですけども、そういった案件もたくさんあるんでしょうか。そうですね、やはりお客様の描いてらっしゃるのが、まあ、完全自動化、うんだったりするんですけども、打ち合わせを進めていくにつれ、どこかで人手っていうものが必要になってくることもありますので、そこは打ち合わせを積み重ねながら、まあ、導き出していく、まあ、お客様と寄り添って答えを出していくような流れにはなっております。あの例えばなんですけど、打ち合わせの進め方っていうのは、例えばそのメーカーさんもいろいろあるし、選定もいろいろしていかなあかんし、どのメーカーを選んでいいかわからない、例えば、SI やというのか、まあ、そういったあの業者もお客さんも知らないし、まあ、そういったことすべて、なんていうかな、こうアドバイスができるというか、まあ、進めていけるというか、そういう認識でいいんですか。そうですね、あの日頃の仕事に関して言うと、サプライヤーという立場の我々の営業マンが営業部でいて、我々の部署はどっちか言うと、お客さんと、技術者をつなぐような、まあ、コラボレーター的なイメージかなというような認識はしてます。では例えばここのメーカー、ここのこの設備に関してはお客さんのヒアリングをして、どのメーカーがいいとかいうのは全部やってくれるんですか。そうですね、基本的には、そういったところのイメージをつなぎ合わせて、このメーカー様だなというふうなコーディネートももちろんさせていただいております。普段例えばそういうメーカーさんとかってやっぱり顔が効いてなければいけないと思うんですけども、その辺はあのちゃんとできてるんですか、メーカーさんと。主にそれが仕事かなというふうに思ってますんでまあそれはあの経験値と、やっぱり実績っていうところでやっぱり裏付けしていくべきかなと思ってます。自動化っていうのはやっぱりお金がすごくかかるじゃないですか。でも例えば、あまり設備にお金をかけすぎると焼却する、それを取り返す、ね、そのお金を取り返していくことに対して何年もかかってしまう、もしくは取り返せないっていうこともあると思うんですけども、そういったこうバランスですね、そういったこともアドバイスでできるんでしょうか。もちろんその設備を導入することによって人件費がどれだけあの浮いて、それに対してあの何年で焼却できるかっていうところも踏まえた上での打ち合わせになってくると思います。そうですね、お客様の方で作られる、まあ、商品の、まあ、踏み込んだところでいくとお値段だったりとか、まあ、そういったところも含めて、お話をさせていただき、それが、その焼却に見合った金額の設備なのか、そちらも、よりバランスを見ながら、ご提案をさせていただいております。はい、じゃあ、最後にですね、一人ずつなんですけども、なんていうの、私のアピールポイントを含めて、視聴者の方に、まあ、一言メッセージをもらいたいんですけども、よろしいですか。じゃあ
小西から言いました。ハード高いな。ビールポイント。そうですね。私あの基本すごく真面目で社内で通っております。もう硬すぎるんじゃないかなというところ通ってるんかになってるんですけども、そういったところで、お客様によって一品一用の商品を、一緒に考えていくところに、やはりリスクがあっては、いけないなというところもありますので、まあ、そこはしっかりほうれん草じゃないですけども、お客様にしっかり報告もしながら、一緒に行く道をこう違えないように進めていくというところには、自信を持ってやっておりますので、何かお引き合いがあれば、小西までよろしくお願いします。小西は大阪兵庫エリア、はい、私は大阪兵庫エリアに、担当しております。その他の地域、はい、まあ、お支払い状況もいろいろあると思いますけれども、はい、その他の地域、例えば和歌山、三重県、いろいろあると思います。奈良県、こういったところももし引き合い案件があったら行かせていただけるんですか？もちろん、すぐ、お伺いさせていただきます。私はもうお客様の利益にとことんこだわって、とことん自分も一緒に汗をかく、ここがもうモットーとしてますんで、全力で、そういったお引き合いに対しては対応させていただける自信を持っております。全国とは言いませんけど、関西エリアちょっと離れても、もちろんすぐに対応させていただきますので、引き合いとよろしくお願いいたします。はい、まあ何でしょう、まあ、先ほどねエリア縛りで話しましたけども、先ほど堀出が言いましたように、今の時代はですね、遠隔でですね、いろんな打ち合わせもできます。全国からのお問い合わせをいただいても、できる限りのサポートをさせていただきますのでね、これから、旭商工には設備自動化の専任がいるんだということをご認識いただきまして、ぜひ、一度ご相談賜らせていただければと思いますので、今後とも一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。